バンカーね、うん、得意でしょ。うん、あんまり苦手なイメージはないかもしれない。私ね、こういうの得意なの。嘘、ほんと。へー、これね、埋まっちゃったの。あまりにもこれあれだけど、目玉の方が楽しい。あー、惜しい。怖くない？これ入んなかった。しょうがない、うん、てか、一回浮いただけでもすごくない？すっごい無理やりガーンってやったんだけど、ダメだった。なんか構えがいいもんね。出そう、うまい。すごい酔ったの、これ。そうなの、入りそうだった。でもね、確かこの後パター下手で入んなかった気がするね。え、まず今のフェアウェイバンカーね。そう、これね、多分7番アイアン持ってるかな。たくさん、うん、いい感じね。これさ、危ないよね。戻ってきちゃった。戻ってきちゃった。そうなの。うまいね。なんかね、スピンとか言ってすげた言ったんだけど、恥ずかしいね。やっちゃいました。動画になっちゃったんだよね、これ。あー、重た。オッケー。これはね、重たい。下入っちゃったの。雨降ってた日で、ちょっと止めますか、はい、うん、雨降っちゃった日で、じゅんちゃんには珍しいバンカーの道じゃない。そう、何がいけないんだろう。多分これね、多分砂が重そうだね。でもね、そう、こう色もそうだし、重くてね、湿ってるから。これもちょっとやっぱこうあんまり開かない方が良かったんじゃない。うん、そうかも。でも打ち方的には、あ、重たっ。そう、うん、ドスンって入っちゃったんだよね。もっと薄く取りたかった感じ。そう、たまになるんだよね。多分その時効いちゃってんのかもね。ここちょっと同じように、こうこっちに、あ、こっち側に。そう、多分カット打ちみたいに打った方がスパーンって抜けるのかもしれない。私逆のやついっぱい出ない、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 出ない。バンカーショットいっぱい上げてたもんね。ほんと嫌い。今見てるだけでも嫌いだもんな。で、これはこれいいじゃん。そう、軌道が外だったよね、今ね。でも大丈夫。うん、残ってる。大丈夫。うん、これね、すごいフェースを開いてね、うん、体を開いて、体も開いてるね。ピンに対して体を開き、そう、フェースを開く。だから V だよね。そう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 、うん、でもなんかフェースを開いてこうやって打ってくるのイメージ、うん、普通はこう打つのをこうやってズズズズって打ってくる感じで振って。でボールの位置どこにしてる？これね、多分左足寄りだけど、うん、そんなにあっちじゃない、ね、そんなにあっちじゃないと思う。真ん中ぐらい、左じゃない、真ん中ぐらいに置いてると思う。で、さっきみたいにドスンってなっちゃうから、これ同じ雨降ってた日なんだけど、ちょっと薄めに撮ったの、うんうんうん、したら結構飛びすぎちゃって、でね、意外とスピンがかかってる。背とさ、顎がさ同じぐらいだったよ。もうこれに至ってもはるか高いからね。そう、で、これもね、結構次の週とかだったかな、さっきこの間出たからと思って同じことしたんだけど普通に失敗した。やっぱどの時もそうだけど、しっかり体開いて、うん、こうカットしていくんですよね、うんうん、先に多分体が左行っちゃったんだよね、打つ前に。あ、動いちゃった、うん。これちょっと短かったんだよね、うん、低く出たね。そう、あれは手前のにちょっとダグった感じだから。そう、ちょっとほら多く、いつもより。そう、ちょっと多かったんだよね、砂取れちゃってる、ね、うん、しかも、あ、これは何、あ、大根、大根切るようにうん、大根切るようにガツってね。あ、マジだ、乗りました。あっちに乗ったよ。ナイスオン、ナイスオン。あっちに乗っちゃったんだね。これすごいね。これはすごいうまいんじゃない。そうなの、乗ったんじゃね。戻します。あ、ちょっとあれが邪魔で見えづらいけど、この時はね、結構距離があるっていうか、失敗したらまたバンカーにね、うん、入っちゃうかもしれない距離じゃん。そうだよね、うん、長いもんね。これでクラブ何を持ってるの。これ58度。あ、58度。そう、ま、でもピンとの距離は近いのかな。そうそう、結構近めなの、うん、
これすっごいうまく打ってて、すごいな。でもあの OK だった。あ、やっぱこっちに振り向けてってことね。うん、うん、そうだね。格闘打ちみたいな得意だね。うまい、ナイスバンカー。これ OK もらったから、こんなんだった、多分乗ったんじゃねっつって、うーっつってる、ドヤ顔。結構長めな、まあ、フェイスめっちゃ開いてるね、これは。でも多分もっと開かなきゃいけなかったかもしれない。顎なので、うん、フェイスを開いて、まだ素振りの軌道がやっぱしっかり外に上がってるもんね。そうだね、うん、私だってジュンちゃんの2倍ぐらいこっち、うんうんうん、こっちにね、うんうん、こうやってほんとこうやって上げてる、でこうやって振ってる感じ。一瞬さクラブが離れるじゃん、うん、すごい。おうまい。あ、全然短い。いや全然短いけどナイスアウトだよ。そうだね、出たから OK。 ちょっとタイムタイムなんかね、はい、うん、私ね入るじゃん、うん、そっからね、うん、出ないと思ってね、うん、上げたくなっちゃう。あ、上げてるね。そうなの。こうやってやってるよね。そうなの。わかるわかる。あれ、ここからね、うん、こうじゃん、うん、こっちに持ってかなきゃいけないでしょ、うん、砂、うん、じゃあここ砂ね、うん、クラブ、うん、砂に入りました。はい、入りました。グーグーでしょ。そう、ズズズって感じでも私さ、砂に入りましたってなるのよ、うん、なんていうの、どうね。そうだ、こう入ればさ、うん、ズズズっていくじゃん、うんうんうん、でもさ、こう入ったらさ、うん、あ、こう入ってるからね。そう入っちゃうの。あ、だからザクって入るから、うんうんうん、こっから刺さるから、うんうんうん、よいしょーみたいになっちゃうね、はいはい、こうね。そう、こうなっちゃうのフェイスが。自分でもすごい分かる。こう抜けていかないといけないんだよね。そう、だから手がこのまま降りてこないで、こっから返しちゃうの、うん、そう。あ、そうだね、う、返すよね、返して、うん、あ、すごい動きでしょ。はい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 、もう私このままこうだもん。私もだから肘もさこうじゃん、うん、私はだから絶対こうだもんね。そうそうそう、こうだもんね。出ないって、うん、そうだね、出ないよって。そうだね、こういう練習なのね。ちょっと練習する、うん、すごいね、うん、これで研修しててさ、うん、相当イメージ湧いたもん。なるほど ね、うん、この間ね、うん、5年ぶりぐらいにめっちゃ人がショットした。嘘、うん、いや5年だよ、ゴルフこんなにしてんのに、うん、え、バンカーってすごい習ってさ、うんうんうん、上手い人たちに、うん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 、うん、何今の、うん、5年だし、5年このバンカーの音とかその高さとか、うん、簡単な、なんかこう、え、打ったのって感じだった。今まではそう、そう、ね、なんかもう、うんうん、えーみたいな、ポ、うんうん、ンみたいな、へーバーみたいな。その動画はないんだけどね。ないの。でも練習で一生懸命で、ね、あ、違う、その日は撮らなかったの。あ、撮らなかったんだ。結構大変じゃん。そうだね、走り回るの、うん、その日はちょっと撮ってないんだ。もったいなかったね。じゅんちゃん的にベストバンカーどれなの？そうだな、まあ、うまく打ててんのこれとか結構うまく、あ、今のこれね、うん、ちょっとこれ飛びすぎちゃったんだけど、うんうん、あ、うまく打ててるね、うん、だって私もさこのぐらいの距離あるだけで嫌だもん。あ、まあ、確かに失敗するとね、そう、ドスってなっちゃうもんね。そうだ、もっとさこれぐらいだったら、うん、なんかチョンってなんかなんとか出そうじゃん、うん、なんかこれぐらいあるとさもうどんだけ振っていいかも分かんないし、うんうんうん、でもあれ直さなきゃ、それはあんま良くないよね、うん、あとなんか純ちゃんのバンカー見てるとね全然違う自分のショットと。あとまあこれはねうまくね本当に高く上げられたなって感じのショット。うん、軌道がいいよねこれね。結構ね初めてやったの多分こういう打ち方この時、なんかで見て、なんかで見たの。そう、なんか見て研究するんだね。あんまりしないんだけど、うん、なんかバンカーショットの正しい打ち方って聞いたことなかったから、うん、多分 YouTube かなんかで検索してみたの。そうそうそう、すごいバンカーうまい。これはね本当同じことできるかなと思ったらできなかった。うふーっつって顎に当たっちゃった。顎ってちょっとやっぱでも動いたね。そう、ヘッドアップも早くない？いつもより。そう、これ打つ瞬間にほら、そうそうそうだよね、左に行ってるもんね、うん、行っちゃってる。こう行ったもんね。やっぱさ気になるんだよこの辺が。そうなんだよね、うん、その場でクッて行けたら多分よかったんだけど、う
失敗だね、これは完全に。いやでもバンカーうまいな。これは大根。やっぱね、三角がしっかりしてる。絶対、うん、絶対崩れないもん。あと、まあ、浮かないようにね。私のバンカーショットね見たらね分かるよ、いかにひどいか。まあそれは YouTube に上げてるんで、ひどいバンカーショットは、ね、うん、私の見てください。クーカーショーそのうちね、俺やばすごいうまいねみたいなきっとなるよ。だって今年、うん、今年ね、うん、一番、うん、バンカーで行ったの6回、うん、あれタイのやつ、ね、違う、ま、まだ出してないの、うん、あそうなんだ。6回は死にたくなるね。6回、いやでもそこのホール12だけど、うん、すごい。その日3バーディー取って、すごい80台もある、すごい、やばくない。さすがですね、6回で、うん、さすがです。本当にすごい。でも私、うん、正直、うん、この作ってるじゃん今、うんうんうん、で上手い人のいいとこばっかり盗んで、うんうんうん、組み合わせたら、うん、相当イメージが良くなった、うん、なんか分かるのよ、それぞれの得意な感じが、うんうんうん、そうだね。一番好きなの何ショットで。まあでもアプローチかな、うん、私完全に4番ウッドだ。そうだよね、だから全然違うじゃん、うん、私やっぱウッド怖いなみたいな感じだもん。すごいよね、うん、だって見ててすごい分かるもん、うん、そうだね、全然やっぱ違う。だからジュンちゃんウッド苦手だから、私の4番ウッドずっと見てたら、うん、多分ウッドが、うん、あこうやってウッド打つんだってなると思う。なんか私結構ココロちゃんの4番ウッドの動画とか見てる、うん、うまいもん、スパーンってよく当てるなって、スパーンって、ね、もうなんかさ嫌な感じがないじゃん、うん、一緒なんだよね、構えた瞬間に あだいたいこの範囲で、まあ、あっちかなとか自分の中で分かるし、うんうんうん、想像つくし、うんうん、なんかもう本当に、うん、右でも左でも手前でも何でもいいから出ればいいって、うんうんうん、イメージとかない。あそっか、私も結構寄せたいなと、感じでも狙ってるもん、狙ってる。でもさ、なんか上手い人もっと簡単に打つじゃん、なんかスコーンみたいな、スコーンだし、うん、一定だよね、うん、あの打ち急ぎが一回もないよね、うん、こうボン、うん、ボンボン、そうスパーンってね。私まだクッてやっててもやってる、なんか、うん、感じないけどね。上手い人の見るともう違うなって感じがするからね。まあ練習あるのみですね。はい、うん、練習しましょう。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。2本もやっていただいて。いいえいいえ、以上。じゅんちゃんが何かあったら言って、うん、出た無茶ぶり。すぐ無茶ぶりするんだから。じゅんドットゴルフじゃないや、じゅんアンダーバーゴルフだね。うん、まあ後でこうピューって出てくる、こうやってこうやってやるの、はい、インスタ見てください。インスタ見てください。心アンダーバーゴルフも見てください。はい、お願いします。バイバーイ。バイバーイ。